さあ始まりました、ワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業さんは三井住友銀行さんです。三井住友銀行さんというと、こう街を見渡すと緑のコーポレートカラーが印象的かなというふうに思います。で、皆さん銀行というとちょっと硬いのかなと、そんなイメージもあるかと思いますので、その実際のところを詳しく伺っていこうと思っております。では改めて今回のゲストのご紹介です。三井住友銀行から末久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、今ちょっと私硬いっていう単語を言ったんですけど、そこからこうイメージしていた服装とちょっと違いました。あ、本当ですか。はい、確かにこう今スーツってもう全然着ていなくてですね。あ、そうなんですね。何年着てないかなっていう感じなので、ちょっと意外かもしれませんね。はい、やっぱりそういう固めなイメージ持たれること多いですか。いや、すごく多いですね。もう毎日9時5時でスーツなんじゃないかみたいに、はい、言われることが本当に多いんですけれども、今日はそのあたりもいろいろ見てもらえたらなと思いますので。はい、わかりました。さて、ここからはさらにいろいろと深掘ってお話伺ってまいります。では今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。はい、このように5つの質問をご用意いたしました。早速1つ目の質問から伺っていきましょう。1つ目はこちらです。従来の伝統的な銀行の役割に加えて、今はコンサルティングを通して幅広いソリューションを提供というお話ありましたが、では今 SMBC って結局は何のプロフェッショナルなのか教えていただきたいと思います。ありがとうございます。こちらはですね、先ほど企業説明でも出したワードなんですけれども、コンサルティング&ソリューションのプロと言わせていただければなと思います。はい、これはちょっと金融のプロとは言わないというところがポイントかなというふうに思うんですけれども、やはりその先ほど申し上げた通り、お金を貸すっていうところが目標ではなく、お客様の役に立つというところが、本当に一番大事なことだと思っていますので、はい、まずはこうお客さんのことをとことん知って、でコンサルティングするというところに非常に力を入れています。なのでこうお客さん、その会社さんだったらその、経理部長の方だったり、社長さんとお話しすることもあります。そういった方々にこうたくさん、お話を聞いて経営課題だったりとか、何かこう役に立てることないかなっていうのを探していく、まずコンサルティングのプロというところが一つ、本当にこう仲良くなるんですよね。はい、私はなかったんですけれども、私のこう知り合いとかだと、社長からも男の子なんですけど、もう娘の結婚相手になってくれないかって言われるぐらいすごく信頼をしていて、もちろんそういったプライベートの付き合いあれなんですが、はい、非常にこう信頼されるところまでお客様のことをよく知って、コンサルティングするというところで、お客様の悩みとかニーズをとことん深掘りするというのが一つと、あそこからお客様が求めていることであれば、こう何でもソリューションを提供する、もちろんお金であれば融資という形でご提供しますけれども、それ以外にもこうお客様がその、やりたいこととか夢を叶えるために必要なソリューションであれば、何でも提供しますということで、例えばこう M&A とか事業承継とか、ちょっと金融絡みのところはもちろんなんですけれども、そこを飛び出してですね、もしお客さんのニーズがあるのであれば、例えばこうデジタルソリューションを一から作ろうかであったりとか、最近だと、全然ちょっと金融から離れるって思うかもしれないんですが、こう例えばメーカーのお客様とかだと、自分の会社の CO2 排出量がすごい多いことに悩んでるとかっていうお客様もいらっしゃるんですよね。そういったところでもなんとか役に立てないかというところで、例えばその温室効果ガス、お客様が排出している温室効果ガスをこう見える化して、お客様の経営戦略立案にこう役立てていただくアプリとかもですね、こう三井住友銀行主導でこう作ってご提供したりとか、その何でもソリューションを提供します、お客さんのニーズがあるところにはっていうところで、コンサルティング&ソリューションのプロというふうに言わせていただければなと思います。もう基本はもうお客様のニーズ、そこをこうちゃんと汲み取るということなんですね。そうなんですよ。お客様のこう夢とかやりたいことを叶えるそのお手伝いとか伴走者になるっていうのが、その銀行の面白さというか醍醐味ですので、そういったこう役に立つためであれば、ソリューションを提供しますというのが、役割というかになっています。はい、コンサルティングというのは昨今いろんな場面で聞きますし、こう各企業さんも言っている場合が多いんですが、そういった中で SMBC のコンサルティングって何がすごいとお考えですか。 ありがとうございます。よく学生さんからも質問があって、コンサルティングファームさんと何が違うんですかとか、
まあ、そういったお話もあるんですけれども、はい、まあ、大きくは2点あると思っています。一つがお客様とのお付き合いの入り口のところ、もう一つが出口のところですね、はい、やっぱりそのお客様のニーズを想定して事業戦略を作るっていうコンサルティングの部分は、まあ、かなり似てると思うんですよ、他の会社さんと、なんですけれども、まあ、一つその入り口のところっていうと、あの三井住友銀行って、まあ、長ければ数十年とかの単位で会社、まあ、担当者は変わっていると思いますけれども、はい、会社と会社の付き合いっていうのはずっとこう続いているわけなので、こうお客様のがどんな状態、例えば悩みがある状態でも、今特に困ってないよっていう状態でもずっとこう付き合いが続いてきて信頼もありますし、情報もずっと蓄積している状態なので、こうお客さんが これやってよあれやってよっておっしゃらなくても、もともといただいている情報の中からこんなことできないかとか、これやったら喜ぶんじゃないかって、こう自分発信でのご提案っていうのができる、ここが一つ違いかなと思いますし、あともう一つこう出口のところっていうと、はい、こう三井住友銀行、先ほど申し上げた通りお客様との付き合いっていうのはずっと続いていきますので、あの一つのこう事業戦略が、まあ、一つ成功、例えば成功して終わったよってなって、はい、それでじゃあさよならっていうわけではないんですよね、まあ、そのこれがうまくいったからじゃあもっとこんなことやっていきましょうよとか、まあ、たとえうまくいかなかったとしてもじゃあこうどうサポートできるかとか、まあ、そういった形でこうぐるぐるそのご提案してサポートしてっていうサイクルを回していける、ずっとこう伴走できる、辞める時もこう健やかになる時もずっとこう味方でいられるっていう、そこがまあ一つこう出口のところで違いかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では続いての質問に参りましょう。続いてはこちらです。 SMBC といえば金融機関の中でもこう新規事業など新しいことにこう挑戦し続けているイメージがあるんですけれども、 SMBC が今チャレンジしていることぜひお伺いしたいです。ありがとうございます。一つ目のご質問とも被るかと思うんですが。